ははいいこんにににちはレトススノノですす9 9月9日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます頭が整理できていない問題文の意味がわからない覚えたことをすぐ忘れてしまうこれらは丸暗記学習の結果です今からでも理解学習をして頭を整理し問題文を理解し覚えたことを頭に定着させて少しでも合格に近づきましょう頭が整理できていない問題文の意味がわからない覚えたことをすぐ忘れてしまう といった課題がもしあるのであればきっと弊社の予想模試は役に立つはずですあと1日で値上げとなりますのでお早めにお申し込みください予想模試についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからお申し込みいただけますそれでは本日の3問に入っていきます1500万円の債務を ABC が連帯して債務を負っている負担部分は各自500万円とする 連帯債務者の一人 A が債務を免除された場合 B、C が連帯して1000万円の債務を負う。丸か罰かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。で答えは、罰ですね。1000万円ではなくて1500万円です。連帯債務において債務者の一人が債務を免除されても他の連帯債務者に影響を及ぼしません。 つまり、免除は相対抗なんですね。したがって、A が債務者から外れて、B と C が連帯して1500万円の債務を負います。絶対抗と相対抗の意味はきちんと理解して、免除が相対抗であることを頭に入れておきましょう。まあ、この点はしっかり理解してほしい部分なので、個別指導では考え方をもう少し細かく解説させていただきます。で問いにですね、法人の役員のうち、 障害の罪を犯したことによる罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば免許を受けることができる。〇かバツかという問題です。で、これ答えは丸ですね。法人の役員または政令使用人が刑法の障害罪により罰金刑に処せられた。 この場合、刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過したら免許を受けることができるんですね。まあこれは基本中の基本です。なので絶対解けるようにしておきましょう。まあ意外とね、この刑の執行終わりとか、刑の執行を受けることがなくなった日、これ理解してない方がいるんですけども、これについてもあの個別指導で解説いたします。では問いさんに入ります。え造成主とは、 宅地造成に関する工事の請負契約の注文者、または、請負契約によらないで自らその工事をするものを言う。ルか×かという問題です。これはもう○ですねえ。造成主の定義です。定義。つまり、造成主ってどんな人なのっていうことですね。造成主っていうのは、一つ目が宅地造成に関する工事の請負契約の注文者。もしくは、請負契約によらないで自らその工事をするもの まあどちらか一方に該当したらそれは造成主だということですね。個別指導の受講者さんについては、この丸1と丸2について、具体例、受講者専用のメルマガの方に載せておきますので、この2つの具体例を頭に入れていただければと思います。で、受講者さん以外の方なんですけども、これ、イメージできていますでしょうかこれ、イメージできているかが重要なんですね。これまで理解学習をしてきた方であれば、具体例言えるはずです。言えない方は、丸暗記学習の方なんですね。 これまで丸暗記学習をしてきた自覚がある方は理解学習に変える余地はあります一方で理解学習をしてきたつもりの方ですねこのつもりの方っていうのが一番危険で自分自身が理解学習を実践できていないってことに気づいてないんですよこういった方非常に多くで実際理解学習してきたでも落ちちゃったっていう方はもうこっちに当たりますね理解学習していたら多少ミスをしても合格できる点数は取れるんですよ 例えば、35点が合格点だったとしたら、40点ぐらいの実力があって、多少ミスして37点で合格とかね。37点であれば、42、3点は取れてたけども、もうちょっとミスをして40点で合格、39点で合格。まあ、こういった方なんですよ。理解学習してきた方っていうのは。大体いい合格点プラス5点ぐらいはあの取れてるはずなんですね。で、多少ミスして2、3点失点すると。まあいった感じで合格なんですよ。まあ、結局は理解していたら合格はできるんですね。一方で 理解してきたつもりの方っていうのはミスをしたとしてもまたミスをしなかったとしても合格点に入ってこれないんですよねだからそういった方っていうのは理解してきたと思い込んじゃってるので勉強の仕方を変えないんですよそうすると次の試験も同じように落ちてしまうってことになっちゃうんですねだからまずは気づくと理解学習できていないってことに気づくってことがまず重要なんですねそうすれば理解学習に変えることができますのでまずは気づいてくださいそしてはじめにもお伝えをした通り 予想模試の値上げままであとと1日となりました過去問では40点以上取れるのに、模試では20点台しか取れない、合格点が取れない、そんなお悩みがもしあるのであれば、こちらの動画をぜひ参考にしてみてください。今からでも十分実力を上げること可能なので、最後まで諦めずに頑張っていきましょう。1年に1度の達見試験、今年絶対合格しましょう。レトスの小野でした。